どうも、アキです。パワプロアプリやっていきます。はい、今回はですね、パワプロの日スペシャルステップアップガチャを追加で40連回そうかなと思います。まあ、というのもですね、ちょっと昨日のね、PR 選択ガチャ券での開放運がなさすぎて、まあちょっと僕自身、もやもやしているっていうのと、あとはまあこのね、素晴らしいガチャを、まあ60連という、まあ中途半端な数字で終わるのが嫌だったので、まあ100連ね、やっておこうかなと思います。はい。まあというのも、まあ神高暗黒スバルですね。この2枚が出れば僕は本当に黒金変化攻略がまたぐいと良くなりますので、そこをね、復刻されているうちに狙おうかなと。いうところですね。では行きましょう。40連最初10連お願い。神高、まあ一番欲しいのは神高です。本当に今一番欲しいのはこの中だと神高。さあ10連目はまあ実質なので70連目ですね。 SR なし。まあまあ新島の PR がないですね。まあ新島の PR だけかな。まあでもそれでも解放できれば嬉しい。20連目いきましょう。20連目まあ80連目ですね。このガチャ全体で言うと、うわ赤背景来ない。マジかマジかマジかマジなのか。佐久間はプラス5になったよ。おお PR も来ない。30連目90年目いきましょう。そろそろ来るでしょう。赤背景来るよね。さすがに来るよね。おっとSR 以上出現率アップとは嘘。え、ガチャ引くガチャ間違えてない。しかもブロンコもプラス5になってる。3本松はじめ。え、ちょっと待って、嘘だろこれ、さすがに。SR 以上確率アップだよね。しかも今回、いろんな人のを見るにすごい確率良さそうなのに。いや、ラストでしょ、ラスト出るんでしょ。これでラスト神高が出るっていうオチかな。ラスト行きましょう !100 連まあ、これはね、結構回したいと思っていたので、初めから。よしよしよし、最後の最後に。さあ、複数枚来るでしょ。よし、2枚。まあこんなもんか。じゃあ確率こんなもんでしょう。神高おーっしゃ、暗黒スバル来たー。やった、暗黒スバル来た。狙いです、一番の狙いです。テーブルってスバルと変わらないよね。じゃあどうしようかな。解放どっちからやっていこうかっていうちょっと悩みはまた出てくるんですけど、よし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 。うん、でも解放普通のスバルからやるのもありだな。全然よし、オッケー。狙いのキャラクターまず一つ引けた。さあもう一人は、おお須藤レイト、やったー、嬉しい。須藤レイト何がいいってね、やはり僕が思うに敏将ですよ。イベントでの敏将をくれるところが本当に、あのイベント最高。敏将40にくれるの。よし、これは良かった。オッケー、最後の最後にね、爆死を逃れましたね。オッケーオッケー、良かったー、これは良かった。本当暗黒スバルと、ただスバルを最近条件解放してたんで、普通のスバルを、まあどうしても黒金変化攻略天才で使うってなった時にちょっと解放しちゃったんで餌はないです。はい、しかもあとスバルがプラス1でプラス5になるので、まあ解放の仕方はどっちを優先するのかとかは考えていきましょう。まあ折り辺取りたい時もあるので普通のスバルでも大丈夫なんですけど、まあ暗黒の方が基本的には嬉しいけど、まあ赤徳のついた時点で終わりっていうねところは若干ありますね。はい、ということで、あとは新島の解放をやっておきましょう。僕はね、新島、あれ今思うと、あの一条がプラス5になった時、なんで新島は全然プラス上がんなかったんだ。新島はあの時引けなかったのかな。同じガチャだったのに、対象がね。新島はまだまだプラス少ないので、まあ、食わせるか。まあ、一応ギリギリ狙いまして、ちょっとでも可能性を上げるために、新島を食わせましょう。新島に新島をまず食わせて、さ、引けないというところで、さあこれで新島解放しましょう。さあこれでね、まあ僕の多分サクセス動画で一番皆さんが楽しみにしてくださってるのって間違いなく黒金変化攻略だと思うんですが、まあその黒金変化攻略がね、本当に暗黒スバルか神高引ければまたね幅が広がるなと思っていたので、
これでまたね、いいサクセス動画が撮れそうです。今後ともまた頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんご声援のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、まあ、黒金ね、これでまた良くなりそうなので、まあそういう点でね、ナイスガチャ引きだったという方、ぜひともグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。